はい、森林総合研究所関西支所、生物被害研究グループの浦野と申します。よろしくお願いします。私の方からは、桃の花がピンチです、桜と桃から羽化した首やかつやカミキリの比較といった題でお話をさせていただきます。と、首やかつやカミキリの被害を受ける樹種は、日本ではソメイヨシノやオオシマザクロなどの桜類、それから花桃を含む桃、そして梅、その他スモモ、アンズなどが知られています。で、このカミキリムシの原産地である中国では、これらのほかにリンゴ、梨、柳、柿の木、ザクロなど、多くの樹種が被害を受けるとされています。で、原産地の中国では、まあ、先ほど申し上げたようにさまざまな樹種が被害を受けるわけですが、桃およびスモモに対する被害が圧倒的に多いとされています。で、中国においては、まあ、農産物および国民的な樹種として、まあ、歴史的文化的にも桃の重要性が非常に高く、それだけ国内に多くの桃が植栽されて、されているためであると考えられます。一方、桜、日本では桜、特にソメイヨシノの被害が多いわけですが、日本では桜が大変好まれており、まあ、平地の至る所に植栽されています。で、クビアカツヤカミキリはパレットと呼ばれる木製の梱包材の中に幼虫が潜り込んだ状態で日本に運ばれてきたと考えられています。そして日本に侵入した時に荷揚げされた港の近くであるとか、貨物が搬入された工場の敷地内、こういったところに植栽されていた桜にまず成虫が産卵し、そこから分布を広げていったと推定されています。で、この左の地図は、これまでにクビアカツヤカミキリの被害が確認された県を赤で示したもので、関東、中部、近畿、四国の12都府県で被害が発生しています。で、一方、この右側の地図は、桃の生産量ベスト5の県に色をつけたもので、この2つの地図を比べてみますと、重なっているのは和歌山県だけです。で、和歌山県というのは、まあ、ご存知のとおり梅の産地でもあり、まあ、被害発生前から県を挙げて警戒をしてきたんですけれども、まあ、このところ県の北部において、まあ、被害が広がってきております。で、それ以外の桃の産地というのは現在の被害分布からはちょっと離れたところにあります。なので、まだ首やかつやカミキリがここまで到達していないので、まあ、それほど桃の被害が日本国内では激しくないということができると思います。で、この発表では桜と桃から羽化した首やかつやカミキリの比較を行いました。で、この研究の目的は、首やかつやカミキリは桜と桃のどちらが好きか、まあ、言い換えますと、桜と桃のどちらが首やかつやカミキリの食物として適しているかを明らかにするということになります。で、比較、どんなことを比較するかといいますと、被害を受けた桜と桃の樹幹から羽化してくる成虫の数とその時期、それから成虫の体の大きさ、寿命、産卵数、そして被害樹幹に潜入している、まあ、すなわち潜り込んでいる幼虫やさなぎの数、こういったものを比較してみました。で、ここで首やかつやカミキリの生活史について簡単に説明したいと思います。成虫は生きた木の樹皮の亀裂のなどの隙間に産卵します。で、卵から生まれた幼虫は、この樹幹、幹の内部を食べて成長します。で、その生育の途中で一回越冬します。で、その後、翌年、さらに幼虫が大きくなって、で、成熟した幼虫は樹幹の深いところに潜り込んで、幼室という部屋を作ります。で、その中で休眠状態でもう一度越冬してからさなぎになり、で、夏になると成虫が羽化します。で、多くの場合、この一世代、一サイクルに2年を要します。で、クビアカツヤカミキリは特定外来生物に指定されておりますので、
調査研究のために環境省の許可を取得しました。で、研究に使用した材料の採集及び搬入について説明します。研究材料である被害樹幹は、桜は埼玉県草加市、桃は栃木県佐野市の方で採集しました。で、桜はソメイヨシノで、1978年に植栽されたものです。桃の被害木は、果樹園で栽培されていたものです。で、それぞれの採集地で2017年の秋から2018年春にかけて被害木を抜刀しまして、で、樹幹を丸太の状態にしてから、茨城県つくば市の森林総合研究所に搬入しました。で、丸太は下の写真のような野外に設置した網室の中に収納しまして、で、丸太から羽化する成虫を採集して研究に使用しました。で、これは森林総合研究所の網室内に搬入した桜と桃の被害木の丸太の写真を並べたものです。で、桜の樹齢は40年以上、樹高は5メートル以上に達していました。で、桃の方は樹齢が10年から15年、樹高は 2.5 から3メートルでした。で、これ見比べてみますと、桜の丸太の方がかなり太いものが多くて、桃の方が細い丸太が多いということがわかると思います。また桃の方がちょっと樹皮が剥がれたりとか、ちょっと傷んでるように見えるのではないかと思います。で、丸太の大きさを桜と桃で比較したグラフです。で、大きさの指標として丸太の直径と材積、材積というのはこの、体積のことですけれども、これを調べました。この×印が平均値を示しています。で、桜の丸太は大きさのばらつきがかなり大きくて、直径は13センチから81センチとかなり大きな差がありましたが、桃の方はそれほどばらつきはありませんでした。で、この×印の平均値を比較しますと、直径の方は桜が32センチに対して桃が18センチ、材積は桜が 0.037 立方メートルに対して桃は 0.016 立方メートルと、桜の方が明らかに大きいということが分かりました。2018年の6月から7月にかけて、丸太を入れた網室の中を1日1回チェックしまして、丸太から羽化していた成虫の採集を行いました。で、このグラフは1日あたりの採集された成虫の個体数の推移を示したものです。桃と桜で、オスメス別に表示してあります。全体的には6月半ばから7月半ばにかけて成虫の羽化が見られました。で、この小さな矢印のついているところは、これは 50% 羽化日といいまして、全体のちょうど半分の成虫が羽化し終わった日付を示しています。で、これを桜と桃で比べますと、オスメスともに桃の方が少し早く羽化してますが、どちらも2日ほどしか差がありません。で、成虫の羽化状況には桜と桃との間に大きな違いはないということが分かりました。次に、桜と桃の丸太から羽化した成虫の数をまとめた表です。で、一番上の丸太の材積の合計値は、桜が 3.32 立方メートル、桃が 0.6 立方メートルということで、桜が桃の5倍の材積がありました。で、次にそれぞれの丸太から羽化した成虫の数なんですが、オスの数は、桜が70個体、桃が126個体、メスは桜64個体、桃が115個体と、オスメスともに桃が桜の 1.8 倍の数が出てきました。で、この数を先ほどの丸太の材積で割って、1立方メートルあたりの羽化個体数に換算しますと、
オスは桜21個体に対して桃が208個体、メスは桜19個体に対して桃が190個体と、どちらも10倍もの差があるということが分かりました。で、オスの個体数を全体の数で割った正比なんですけれども、これは桜、桃ともに 0.52 で、オスとメスがほぼ1対1の割合で羽化したことになります。で、ここまでの結果から分かったことについてご説明します。まず先ほどの表の結果から、桃からは桜の10倍の数の成虫が出てきて、しかも桃の丸太は桜より小さいという結果になりました。で、このことから、クビアカツヤカミキリは桜よりも桃の方にたくさん入っているという考えることはできるんですけれども、そうではなくて、樹脂は関係なく単に小さい木の方に多いんじゃないかということもできます。しかし実際にはソメイヨシノの場合はサイズの小さな若い木はクビアカツヤカミキリの被害を受けることはほとんどありませんので、あくまでその桜と桃との比較ということで言うと、やはり桃の方が多くの成虫が羽化するということができると思います。で、もう一つ、次にここまでの結果生じた疑問についてお話ししたいと思います。桃は、桜よりも小さな木から10倍の数がの成虫が出てくるというのが、分かっているわけですが、ということになると、幼虫の段階でもやはり、たくさんの数の、幼虫がその樹冠の中に潜り込んでいたということになるわけです。で、そうなりますと桃では幼虫1個体の食べられる餌の量が少なくなってしまうので、その分成虫の大きさは小さくなっちゃうんじゃないかというふうに考えることができます。で、昆虫は基本的に成虫になってから体が大きくなることはありませんので、成虫の体の大きさというのは幼虫の時にどれだけ餌を食べられたかということで決まることになります。また多くの昆虫は体が小さくなると産卵数が減ったり寿命が短くなったりする傾向があります。そこで桜と桃から羽化した成虫についてその体の大きさを調べると同時に、実験室内で飼育をしながら寿命と産卵数を調べることにしました。まず成虫の体の大きさを調べました。で、大きさというと普通は体長を示すことが多いと思うんですが、まあ、体長というのは頭の先からお尻の先までの長さですけども、これは成虫が生きているときと死んでいるときとで、まあ、長さが違ったりとか、あと、まあ、その時の条件で微妙に伸び縮みが生じたりということがあるので、まあ、そのような変化が起こらない場所を測ろうということで、この前羽の長さを測ることにしました。で、測る時期なんですけれども、まあ、全ての成虫を室内で飼育しましたので、まあ死んだ直後に測ることにしました。まあ、死んだ後の方がまあ動かないので正確に測りやすいという理由です。で、測る道具にはデジタルノギスを用いました。で、前羽の長さの測定結果を桜と桃でそれぞれオスメス別に示したグラフです。で、×印で示した平均値は20ミリから23ミリぐらいのその間ぐらいでほとんど差はないように見られるんですが、一般化線形モデルという方法で解析をしました結果、桜と桃両方でオスメスの間には有意な差がありました。すなわち桜桃どちらの樹種においてもメスの方がオスより体は大きいということができます。一方で桜から羽化したオスと桃から羽化したオスの間、および桜から羽化したメスと桃から羽化したメスの間には有意な差はありませんでした。で、この結果から小さな桃の丸太から羽化した成虫も桜から羽化した成虫と体の大きさの面では変わらないということが明らかになりました。で、成虫の大きさには個体差がかなりありました。で、メスの最大最小個体の差は
1.6 倍ほどありまして、オスはそれよりも大きく 1.9 倍でした。マルタから羽化したすべての成虫は寿命および産卵数を調べるため実験室内で飼育を行いました。で、採集してきた成虫はすぐにオスメスをペアにして交尾をさせました。で、その後この写真のような直径13センチ、高さ5センチの透明なプラスチックカップの中で1個体ずつ飼育をしました。で、ここにあるのが成虫の餌なんですが、これは蜂蜜を水で4倍に薄めたものを脱脂麺に染み込ませて与えたものです。で、飼育は高温器の中で行いました。で、温度は25度一定に保ちまして、日長はタイマー付きの蛍光灯を使って16時間点灯、8時間消灯を繰り返しました。で、メス成虫の飼育カップには 3×3 センチの段ボール片を入れまして、で、この段ボールの裏側とそこに敷いたろ紙との間に産卵をさせました。で、飼育した成虫が羽化してから死ぬまでの日数を桜と桃でそれぞれオスメス別に示したグラフです。で、先ほどと同じく一般化線形モデルで解析した結果、桜と桃両方でオスとメスの間には有意な差がありました。すなわち、どちらの樹種においてもオスの寿命は平均60日前後、メスの寿命は平均80日前後で、メスの方がオスより寿命が長いということができます。一方で、桜から羽化したオスと桃から羽化したオスの間、および桜から羽化したメスと桃から羽化したメスの間には有意な差はありませんでした。この結果から、桃から羽化した成虫は桜から羽化した成虫と寿命は変わらないということが明らかになりました。で、寿命の個体差は体の大きさと同様にかなり、激しく、ありまして、最小個体と最大個体の差はメスで 2.9 倍、オスでは 8.1 倍に達しました。で、次にメスの飼育成虫が羽化してから死ぬまでに産む卵の数、生涯産卵数と呼びます。これを調べました。で、この左の写真は産卵をしているメス成虫です。で、この写真では段ボールではなくて輪切りにした枝を使っています。で、この腹部の先端から産卵管を伸ばして、この枝とその下に敷いたろ紙の間に一つずつ卵を産んでいきます。で、右の写真が、段ボールの裏側に埋め付けられた卵ですね。この周りにこうずっとついているのが卵です。これで大体150個あります。で、多いときは1個体のメス成虫が1日でこのぐらいの数を産むことがあります。で、卵は長さが 1.7 ミリ、幅が 0.8 ミリと、カミキリムシとしては大変小さくて、その分数を多く産みます。で、この卵の色は黄色なんですが、写真ではちょっと分かりにくいんですが、これは蛍光マーカーのような色をしています。なんでこんな目立つ色をしているのかというのは今のところよく分かっていません。で、飼育したメス成虫が羽化してから死ぬまでの産卵数を桜と桃で示したグラフです。バツ印で示した平均値はどちらも400前後でほぼ同じなんですが、一般化線形モデルで解析した結果、桃から羽化した成虫の方が桜より産卵数が多いという結果になりました。で、産卵数にも非常に大きな個体差がありました。で、最も少ない個体は10個しか産んでませんが、最もたくさん産んだ個体は1142個産んでます。で、ここまでに分かったことをまとめておきたいと思います。まず、桃からは桜と比較して在籍あたり10倍の成虫が羽化するということがすで、に分かっています。次に、桃から羽化した成虫は桜から羽化した成虫と体の大きさおよび寿命は同等であり、生涯産卵数は多いと
いうことがここまでの調査で明らかになりました。でここからは以上の結果に加えて桜と桃の違いをさらに明らかにするために、実際に首赤ツヤカミキリの幼虫やサナギが存在していた被害丸太の内部を調査していきたいと思います。被害丸太の内部に潜入していた個体数の推定の方法について説明します。まず調査する丸太と調査時期ですが、桜と桃の丸太を5本ずつ選んで調査に使用しました。でこの調査では後で丸太を割るという作業をしますので、桜の大きな丸太は、除外しました。で調査は成虫の羽化が全部終わってから行いました。次に調査の手順ですが、ここでは成虫が羽化し終わった丸太を用いていますので、丸太の中に生存個体はほとんどいません。なので過去に存在した個体の痕跡を数えることにしました。でその一つが、脱出口です。で脱出口はこの写真の上の写真のように、羽化成虫が丸太から脱出するための穴で、丸太の樹皮の表面にあります。でこの穴は成虫が開けたものではなくて、幼虫がサナギになる前に樹皮の裏側からかじって作ったものです。でこの数がこの丸太から羽化した成虫の数の目安になります。で脱出口の数を数えた後で樹皮を剥がす作業、剥皮を行いました。でこの作業には小刀やナタを用いました。で幼虫は樹皮の裏側の内樹皮を食い進みながら成長していきますので、幼虫の数が多かった丸太ほど樹皮が剥がしやすいということになります。で剥皮した後で材の表面にある材乳孔というものの数を数えました。材乳孔というのは、樹皮の裏側を食べて成長した幼虫が材の内部に侵入するためのトンネルの入り口にあたるものです。でこの数が、この丸太の中に生存していた成熟幼虫の数の推定値になります。でこのあと下の写真のような電動の巻き割り機で縦方向に丸太を割材しました。で左の写真は桃の丸太を2つに割った断面です。でこの丸太はかなり高密度に幼虫が材内に潜入していたことが分かります。でこれらの材内行動の先端に作られている葉室の数を数えました。で葉室は幼虫がこの中で越冬して、その後さなぎになってさらに羽化するための部屋です。で幼虫やさなぎが存在している葉室は右の写真のように木くずで丁寧に塞がれていますが、この時調べた丸太はもう成虫が脱出した後の丸太なので、ほとんどの葉室は空でした。で以上の脱出口、材入口および葉室の数3つを桜と桃とで比較しました。この調査の結果ですが、まず調査に使用した丸太の材積を桜と桃で比較したグラフを示します。本来は桜の方が大きい丸太が多かったのですが、この調査では先ほども説明した通り大きめの桜の丸太は使わないようにしましたので、バツ印で示した材積の平均値はどちらも 0.015 立方メートル前後と似たような数値になっています。で次にここで調査した首赤ツヤカミキリの脱出口、材入口および葉室の数を桜と桃で比較したグラフです。でこのバツ印の平均値を桜と桃で比較しますと、脱出口数は桃が桜の 5.6 倍、材入口数は桃が桜の 5.9 倍、葉室数は桃が桜の 7.8 倍と桃の方が明らかに多いということが分かりました。で再度ここまでに分かったことをまとめたいと思います。すでに明らかになったように、桃からは桜と比較して材積あたり10倍の成虫が羽化することと、桃から羽化した成虫は桜から羽化した成虫と体の大きさおよび寿命は同等であり、障害産卵数は多いということが分かりました。そして
ここで、被害丸太における脱出コース、在入コースおよび溶出数は桃が桜の6倍から8倍多いということが分かりました。以上の結果から、桜より桃の方が首やかつやかむきにとって公的な餌資源であるということが明らかになりました。それではなぜ桜より桃の方が首やかつやかむきに適した餌だと言えるのかについて推察されることを3つ述べたいと思います。まず1つ目は樹皮の形状が桜と桃で異なるということです。で、首やかつやかみきりの産卵は凹凸の多い樹幹の表面で産卵管を樹皮の隙間や亀裂に差し込んで行われます。で、桜特にソメイヨシノの樹皮は上の写真のように比較的つるっとした平滑な部分が多くて、で、樹皮の凸凹した部分というのは地際近くの低い位置にしかないので、その部分に産卵が集中する傾向があります。一方で桃の場合は樹幹全体に亀裂や隙間が多くて産卵に適した形状であるため、これにより桃の方が木1本あたりでは多く産卵されるのではないかと推定されます。次に、なぜ桃の方が適しているのか考えられる理由の2つ目です。まず、桜と桃が主にどのような目的で植えられているのかということですが、桜に関しては緑化および観賞用として川や道路沿い、公園などに多く植えられています。一方の桃は主として農産物で果実の生産を目的としているので、栽培のためには肥料が多く使われています。で、多くの農作物において肥料に含まれる窒素が害虫の成長を促し発生量を増加させるということが知られています。で、実際に桃の樹幹内では桜よりも明らかに多くの幼虫が潜り込んで発育していたということが今回の調査で明らかになりました。で、このことから施肥の効果によって桃の樹幹内の栄養条件が桜よりも良好だったのではないかというふうに考えられます。なぜ桃の方が適しているのかの理由の3つ目ですが、桜と桃がどのような形で植えられているかというのを比較しますと、桜は上の写真のように道路や川沿いに列状に配置されていることが多いのに対して、桃は果樹園で栽培されますので下の写真のように面的に配置されています。で、クビアカツヤカミキリの滅生虫は羽化した後しばらくはあまり移動しないで羽化した場所の近くで産卵に専念する傾向があります。で、桃園は桜並木よりも木が密集しているので、で、短期間に多くの木が集中的な産卵を受けやすいものと考えられます。で、これが桃に対する高密度な潜入被害につながっているものと考えられます。で、ここまでの結果から桜より桃の方が首やかつやかみきりにとって適した資源であり多くの個体が潜入することが明らかになりましたが、このことが原因の一つとなって桜より桃の方が枯れやすいという傾向があります。で、ここでいう枯れやすいというのは、虫が入り始めてから枯れるまでの期間が短いということです。で、実際に首やかつやかみきりが初めて産卵してから花害によって木が枯れるまでの推定年数は桜が8年と言われています。まあ、これは富田林市の調査ですが、まあ、木の樹齢とかさまざまな条件によって年数が変わってくる可能性はあります。一方、栃木県における果樹園の桃は3年という結果が出ています。で、この地図は本州における現在の首やかつやかみきりの被害都道府県の分布地図に、3種類のバラ科果実桃、梅、黄桃の生産量ベスト5の県を書き込んだものです。で、黄桃、いわゆるさくらんぼなんですが、これは和名を西洋実桜およびシナノミザクラといいますが、今のところ首やかつやかみきりによる正式な被害は報告されていませんが、近々発生することは間違いないと思われます。で、これはソメイヨシノと違い果樹として栽培されていますので、桃と同様な高密度な潜入を受ける可能性があります。で、これらバラ科果樹3種の生産量ベスト5の県は
すべて近畿以北にあり、東北や関東甲信に集中する傾向があります。で、特に桃のベスト3である山梨、福島、長野、これらがすべて被害都県に隣接しているのと、あと梅の第1位である和歌山県がすでに被害地に入ってしまっていることが、今後最も注視するべき点であるというふうに考えられます。最後に今後の被害対策についてお話ししたいと思います。まず現在の被害地において主に桜における被害対策をしっかりと進めていくことが重要だと思われます。現在桜における被害防除は、先ほど加賀谷さんからも説明があったように、被害木の抜刀処理、樹幹内の幼虫および成虫に対する殺虫剤の散布および被害樹幹への網巻き処理など行われていますが、これらの手法をより効果の高いものに改善していく必要があると思います。次に、現在被害の見られる関東地方から果樹栽培の盛んな東北および甲信地方への移動を阻止しなければなりませんが、この場合特に人の手による移動に注意する必要があります。最も可能性が高いのは、成虫がトラックなどの運搬車両とともに運ばれてしまうケースで、被害木の抜刀処理など、そのような車両運搬を伴う防除を行う時期は、成虫の発生時期を避ける必要があります。で、次に、果樹栽培地で被害が発生した場合の対策ですが、まず桃や梅などの果樹の場合は、成虫発生期が収穫時期と重なるために成虫に対する農薬散布が困難になるという問題点があります。したがってこれを補完するような新たな防除法、例えば振動を用いる物理的防除法や点滴を用いる生物的防除法を開発する必要があると思います。また栽培地の中での被害発生をいち早く発見して初期対応を行うための方策であるとか、あと関係者や市民への啓発活動も重要と思われます。私の発表は以上です。最後に本研究に多大なるご協力をいただいた皆様にお礼を申し上げます。ご清聴ありがとうございました。